はい、では本日近くを白石美佐子選手に来ていただきました。ちょっと顔が硬いですね。はい、はい、じゃあ名前お願いします。白石美佐子。もう一回お願いします。白石美佐子です。はい、今日は、今日の練習はどうでしたか。感想をお願いします。なんかじゃあ今日コーチにアドバイスされることがありますか。1対1をやる。1対1をやる、はい。どうでしたか。最後の方ちょっとだけ。最後の方確かにできてましたね、はい。いつもどんなことをこう考えてやってますか。これをやってみようとかって工夫してることとかあれば。あんまりない。あんまりない。ちょっと表情がね、ほどけてきましたけど。はい、そしたら、今日頑張ったこと、ここはっていう自分のプレーがあれば教えてください。ここは良かったみたいな。もしくはここはこうすれば良かったみたいな反省とかあれば。もうちょっと一体。1対1でやればよかった、チャレンジすればよかったっていうことですか。 なんでできなかったですか。それは他の人がボールを持っといた方が運べるから。ああ、なるほどね。そういう考えの中でやってみたと、はい、でコーチからもっとやってみろということですね、はい、じゃあ次の目標は今日の反省を生かして1対1でもっとやってみる。やってみる。はい。じゃあ、次回も頑張ってください。ありがとうございました。固まってますけど、ありがとうございました。以上です。20秒以上。